でも実際仕事でもさ、その返事と挨拶っていうのは言われてるわけでしょ。お客さんが帰る、帰ってきた時と帰る時ってこと。はい。うん。あとあのだからレジで物、商品を置く時に、うん、言ったりとか、うん、で、はい。でもそれでも言われるってわけじゃん。ってことは、量の基準ではそのローソンが求めてるところまで行かないってことでしょ。だからそこの殻を破っていかなきゃいけないわけじゃん、量は。そのために必要なことは何なの？ちゃんとですね。なるほど。切ないだろう。うん。意識して挨拶をした方がいい。まあというかさ、その人と人との付き合いじゃん。はい、なんか仕事ばっかじゃねえじゃん。仕事ももちろん人と人だしさ、日常生活も人と人じゃん、ね、仕事のために挨拶が必要っていうかさ、わけじゃないじゃん。亮が人と付き合っていくのに挨拶や返事、笑顔と挑戦が必要なわけでしょ。それが昨日できなかったからトイレ掃除っていうのが課されたわけじゃん。りょうさ、トイレに神様いるって話知ってる？いや、それは聞いたことないです。今日さ、俺一緒に掃除したでしょ、はい、トイレ掃除。りょうはさ、OK だと思ってもさ、俺がさ、まだここ残ってるじゃんって言うじゃん。結構何回もあったでしょ。はい。でさ、りょうの中ではここはよし、もう見とかないにしようとかってできるわけよ。見て見ないふりもできるわけね。やろうと思ってもやらないこともできるわけよね。で、俺は飲食店の時にいつもトイレをこう掃除してるのは、とトイレはさ、心の垢がたまる場所だと思ってたわけ。人付き合いでも、例えばあの食堂に出てきて社長と熊本の塾長に挨拶するかしないかって選べるわけよ。で、見えなかったっていうことにすることもできるわけだけど、そこでするかどうかっていうところがトイレ掃除に俺はつながってくると思うわけよね。だからトイレ掃除をきちんとやっていくと、俺は人との出会いで幸せを感じられるようになってくると思うわけ。それが俺はトイレの神様だと思ってるの。さ、いっぱいあるじゃん。例えばさ、洗濯場でさ、洗濯物がとっちらかってる、それを直すこともできるし、直さないこともできるし、見てみないふりもできるし、やることもできるじゃん。片付けてやるっていうことをさ、それをやるかやらないかはさ、こう自分の中でこうガーッとこう選択していくわけでしょ。だけどそれができたらものすごい感謝されたりとかするとするじゃん。そしたらさ、どん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 量にさ、ありがとうが集まってくるわけでしょ。そしたらすごい自然豊かになる。逆に今日みたいに嘘をつくと量の周りにいる人たちがどうなるかっていうのを知ってほしかったわけ。人がいなくなる、嘘ついていく。気がついたら一人ぼっちになっちゃう。俺はさ、リョウのことさ、弟だと思ってるからさ、そんな弟が一人ぼっちになるの嫌じゃん。だから気づいてほしくて打った。頑張ってほしい。1年なんでしょ。10月で1年ん10月何日10月2日ってあのファイルに、あ、2日でもう1年経ったってこと。この1年頑張ってきたんだからさ、
無駄にすることもできるし、さらに頑張っていくこともできるし、どっちがリオにとって幸せか、どっち、まあ、今は幸せじゃないかもしれないけど、後々のことを考えるとね。だってリオもう二十歳だね。親の扶養っていうのはいつ外れてもおかしくない年になってくる。どんな人になりたいリオ。自分にできること少ないと思ってるよ、リオは。でも、またローソンから電話来たってのはちょっと大きいじゃん。ちょっと挽回しようよね。俺完全クビだと思ってたもんね。リオも思ってたでしょ。とりあえず、そのローソンから言われてんのは返事と挨拶なわけでしょ。あと笑顔と挑戦だよ。マジで一生懸命さ、トイレの神様を味方につけてほしいんだよな。トイレの神様を味方につけたら人間関係マジでガラッと変わる。俺はこれ経験済みだ。夜おかんに電話する？また。いや、それはない。え？なんでないの？久しぶりに。けたんだ。そんな急になんか。でもさ、あの 俺が打っといて言うのもなんだけどさ、あのお母さんに甘えられたのは良かったじゃない。この5年恨みまくってたでしょ。だってお母さんに対しての気持ちかなんか変わった。でも働き始めた時でちょっと変わってんのかもしれないけどね。母さんの思い通りになりそうだから働きたくないって言ってたもんね。でも働いたもんね。その時点でちょっと変わってきてるのかもしれないけど、連絡来てお母さんから、まあ非常事態なんだろうけど、いやなんか寮お母さんに甘えられてよかったなと思ったんだけど、まあでももう成人だからね、今度は支える側に回りたい。働く大変さとかもさ、分かったでしょ。これまでずっとお母さんは、お母さんの分と寮の分を稼いできてくれたわけで、自分だけだったらまだしもね、その大変さをこう自分で働いてみると分かるじゃん。サポーターはいっぱいいるからさ、寮のさ、サポーターだって感じてくれてるかどうかは分からんけど。俺もう一回電話しようぜお母さんに。たまには普通に電話してもいいんだよ別に。とりあえずクビじゃなくなったっていうのはクビじゃなかったんだっていうのは報告してあげたらいいかもね。完璧クビだと気づく。本当いい職場に巡り合ったよね。一回チャンスをもらったわけじゃん。ここだよ、ここで男を見せた。マックで何食った？三角パイ食った？はい。ホワイトチョコとバニラ。あれうまいらしいね。うまかった？口についてる。意気込みは。
母さんに電話した後に、はい、ローソンから電話がかかってきて、はい、なんとまさかの首じゃなかったっていう、うん、ことだったんですよ。はい、うん、でまあ寮と合流した後にいろいろ話をしてたんですけど、社長がそのトイレ掃除っていうのを貸したのも、自分を苦しめようと思ったわけではないっていうことも分かってるし、その仕事につながっていくっていうこともまあなんとなく分かっているし、まあ僕が今日伝えたこと、伝えたかったことっていうのも分かっているんだけど、その首だと思ってて、まあだんだんこう、ああもう首になっちゃったんだなっていうところから、まあだんだんちょっと気持ちがちょっとまあ腐ってきてるわけじゃないですけど、こうちょっとね、投げやりってわけでもないんだろうけど、なってて、そのまあどうでもよくなってたっていう状況から、バイトが首がつながったんで、そっちの方、また改めて頑張るっていう気持ちで今いるっていうことですね。はい、よかったです。はい、ね、お金もらう以上とかいう言葉が出てきたんで、ちょっとびっくりしましたけど。すごい、かっこいいよ、かっこいい、うん、ね、頑張っていこう、そこはね、うん、りょうちゃんさ、職場でいろいろね、上の人から同じスタッフの人からも注意されることは素直に受け止めて、怒られてるわけじゃないんだから、それを素直に聞いて直していくっていうことが必要だし、みんな仕事してると嫌なこと結構本当にあるから、ママだってもう結構耐えてやってるっていうぐらいだったから、みんなそうだったから、自分だけじゃないと思ってね、頑張って、そのうち慣れてくれば自分が注意する側になってくるからね。うん、辛抱強く頑張ってもらいたいです。まあ今もだいぶ頑張ってます。まあね、でも今の言葉を聞くとね、多分もっと頑張ってくれるんだろうなと思うんで、はい、お母さんも信じて、待っていていただければと思います。はいはい、いいかな、安心しました。頑張ろう。じゃあ、はい、引き続きよろしくお願いいたします。こちらこそ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、お忙しい時間に。こちらこそです。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。超いい決意表明だったじゃんかよ。いやー、よかった、しびれたて。